皆さんこんばんは。今日はちょっとだけ過去を振り返って、こういうものが受けた、全く受けないものがつい最近見てみたらこんなに増えてるというような、私が話題を作った中でのものについて簡単に短く感想を述べたいと思います。このチャンネルがいろいろ変遷してきたことや最近の方々広がりなどが統計的に伺い知れます。ある程度統計を分かった人がこれを見ていてくれます。それで私にいろんな指図っていうか助言をしてくれます。私がいろいろやってどうでしょうかね。最高は16,000とこうなってますが、今上げてみると17,000に達しているようです。ベルカントの要点ビシダルテというこのビシダルテ、この3つの音ビシダルテ4つダルテまで入っちゃうかな。でまあ3つ4つの音の最初の出だし、これはトスカのビシダルテ、芸術に生き、そして愛に、神への愛に生きたっていう歌の歌い出しですけど、歌い出しで高くもなくてビシダルテ、でもイとイが2つビシダルテ、イが下手な人いっぱいいるんですよ。ソプラノイはダメだからウォーっていうエなんだかウなんだか分かんない音でバーサーってブースって自分の音じゃないだろうけど歌ってる人もいるというようなこともありまして、このビスイダールって出だしに注意してよ、もうちょっと世界的な人ならっていうことで言ったのが一番受けて、もうすごいです。17,000。最初の日にやったデルモナコ、これは勝手なことを言ってますが、まあ意外に当たっていると思います。デルモナコの第1回目ですね。これが8,785っていうことで、まだ1日1人や2人、5人は見てるみたいです。それから次の日にやったコレリ、1年以上前ですね。これは何月にやったんだっけ、2月か3月じゃなかったかな、私の記憶としては。2月の終わり、3月の2、私の先生のアンジェロ・ロホレーゼの誕生日が3月27日です。で亡くなって3年目っていうことで、まあ、27日に間に合わせるようにと思ってその直前から始めたのを記憶してました。この辺は先生の誕生日、ここに先生いますけど、誕生日前にやったものと思います。そして4番、まあ、これはいいとして5番目にこれ、これを上げてからこれを上げたんですよね。本当に4ヶ月前です。夏になる前に上げて爆発的なヒットを、これがビシダルテっていうそのね、3つ4つの音だけを取り上げた。そこで鳴る位置が変わっちゃうとちょっとプロとして情けない、基礎がない人なんじゃないか、昔はそういうことなかったよって言ってあげたわけですけど、その前にソプラノのホイッスルボイスという、喉笛と訳すんでしょうか、ホイッスルボイスのを上げた。これもあっという間に声で稼いだわけです。でこれらで入ってきた人は僕の昔の仕事ずっと喋り続けてるの知らないから勝手な意見を言ったりする人ですね。現在すぐ僕の意見にペーダメってやる男の人はここで入ってきた人です。まあだからいっぱい増えれば変な人入ってくる、変な人っていうかいろいろな人がね、はい。で今言いたいのはこの4つ目です。これは作曲者に聞いた意図と解釈といって、カラマツというカラマツのっていう歌がありますよね。私も好きで結構いろんな国で歌いました。これ受けるんですよ、高い音があるから。それでこれが今6,208回見られてるって言ったって、全部じゃなくて3割か4割しか普通は見てないんで、全部完走した、それを見てる人っていうのは多分10分の1とか8分の1とか6分の1になってしまうんでしょう。多くの人は途中で飽きちゃうってわけですけど、3分の1を見てくれればカウントされるっていうことですよね。でこのカラマツ
ちょっと開けてみます。開くの、こっちへ来るわけね。とこなんかカラマツですよなんて言って、ちょっと画面が悪いか。まあこんな感じで、皆さんこんばんは。随分皆さんこんばんはって嫌になって喋ってるね。でこうカラマツについて小林先生に習ったことを集めた。でこういうのって普通ビデオになってないと思うんですよ。本人もだってね、こういう作曲者がどう言ってどういうふうな教えをレッスンをしてくれたかって、本当はそれつないでいけばいいのに、なんで歌手の人がやらないんだかわからないけどっていうことです。でこれは合唱としても有名だし、合唱曲としても有名だし、多分小林秀雄さんの中で一番有名といったらこのカラマツで間違いないと思います。私も小林秀雄さんの中で一番メロディーが流れていて好きなものはこれです、ね、で小林秀雄さんという、小林秀雄先生というべきか、でもな別に芸大で習ったわけじゃないから先生と言っちゃいけないでしょうね。小林秀雄さんに、これ2000年頃です。1998年の5月に、そうイタリアで歌う時に初めてやって、その前に習った。だからもう先生存命の頃で26、7年前の話です。で聞いたことをよく覚えておいて、最後にダメ出しのハガキも先生はくれたので、ディクションディクションディクションって書いてありましたね。つまり言葉言葉言葉、発音発音発音っていうことですよ。でここはこうなっちゃいけないっていうようなことをいろいろ教えていただいて、それを書いたわけです。ところがですね、覚えてますよこれ。覚えてますよって言いながら、これはですね、ちょっと私の記憶をたどると6月頃にやったんじゃないか、5月、いや6月、ちょっとどうもいつかっていう、多分6月頃だと思うんですよ。でその頃はまだね300人ぐらいしかいなかった。最初ずっと一人だったんですよ。その一人の方まだ見ていらっしゃるでしょうか。最初一人ずっとで3、4人、5人になったらまた減っちゃって、5人、3人になっちゃったみたいなのが続きました。で300人ぐらいの視聴者だったでしょうか。だから上げても100になかな 100回になかなかならない。それでもこの6月7月頃はなんとなく300、400とは一つの話題をまあ稼いではいたんですね。しかし他のが1000とか行く割には、これはもうカラマツは200行くか行かないか。つまりその当時の私のチャンネル見てくれた方は本当にテノールでオペラが好きだというアマチュアの方が多かったので、カラマツとかこういう日本歌曲に興味がなかったんだと思う。で私はちょっと迷ったけど、この教えられたことを正確に表現して歌詞の意味、この私はこういうふうに思ったからこれをね作曲したんで、目が濡れるっていうのはこういうことなんですよって実際的に言ってくれた。ただストレスが消える程度のことですね。それをカラマツの音が目が濡れるとかやってる人がいて、それは作曲者の本心ではないということなどを述べました。そしてずっとテイク飛行だったんですが、今年たまたま見てみたら、あっという間に3000とかになってる、10倍になってる、10倍 ?13、4倍になってたね、200いくつの。それで3000、4000、5000って、今は6000です。これは本当に見ていただければ、なるほど、作曲者がこう考えたのか、作詞をこう取ってこう歌ってほしいのかということはよくわかります。で作曲者の言うと思った通り歌わなくてもいいじゃないという意見ももちろんあるんですよ。ただしそれを知ってると知らないとでは大違いでしょって思うわけですよね。でその作曲者がどう考えたんだろうかって推測する勉強というか遊びみたいなものが日本ではすごく遅れています。歌詞をそのまま日本語にする
あるいはイタリア語の歌詞を発音する。でもそこに作曲者がどう考えたのか、その場面はどういう場面なのかっていうふうに先生が教えてくれないし、先生がどう思うって考えを聞いてくれないから、まあただケジェリダンマニーナとかそういうふうにね、アレコンリダルモニアって歌ってるだけで何も分かんないというプロの方もいらっしゃる、残念ながら。そういう意味ではこれはもう決定的、あ、ちょっと待って、画期的なものだというふうに思います。で最初はなかった、まあでもこれほとんどない人しいね、2人しかコメントしてないからね、うん、1人2人かな、うん、ああこれじゃない、私がコメントしてるから1人しかコメントしてない、まだね、これ嘆きだ、あれ違うか、8ヶ月前だから、今年アップした時は全然人気がなかったこの動画、最近はかなり見られていて嬉しいと書いてある。作曲者に直接習ったことだから多くの人が見てくれるといいのだけどと。8ヶ月前ね、今年の2月かまたやり始めたと、昨年の3月中頃からやって、8月に嫌になっちゃった、あんまりどうしようもない人はガーガー言ってくるから集団がね、ほっといた。で9月から半年ほどほっといて、1月の終わりにちょっとまたやってみようかなと思ってみたら、これが伸びていて、たまにもうこのチャンネルはやらないんですかみたいなのがあって、やろうかなと思って2月からまたっていうことです。でこの時に面白い人がいて、これを皆さんで考えてほしいんですが、最初はこうかな、作曲者の小林さんはこういうふうに考えたんですっていう意見をまあ言ったわけですね。その他まあ聞いていただければいいんですけど、魔王というWer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater っていうふうなドイツ語の詩なんですけど、ナレーション、ナレーターがあって、それから、お父さん、子供、魔王と3人とナレーションがあって、最初と最後にナレーションが来る。で、ナレーションの部分はまあ、日本語で何て言うんだろう、あれ覚えてないけど、夜の中を、こんな夜、嵐の夜の中を馬を飼っていくのは一体誰だ、ね、Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? まあ、ほとんど合ってますよね。だからところがそれをナレーションなんだけども、こんな嵐の夜に遅く馬を飼っていくのは誰だって読んじゃう人がいるんですよ。そういう詩の朗読コンテストというのも2000年前後でかなり流行って、今ちょっと下火になっちゃいましたかね、テレビなんかにも出てたりして、その誰が優勝するかって、そういうのが結構あって、賞品賞金などもあったんですよね。その中でやっぱりそういう間違いがあって、ナレーションはヨーロッパではナレーション、アナウンサーのように読む、そしてドラマに入ったらマインズオンっていうふうにね、お前一体どうしたんだいって言ってもいいんだけど、ナレーションは最後も In seinen Armen das Kind war tot というふうに、彼のお父さんの腕の中で子供は死んでいたっていうふうにナレーションで終わるんですけど、まあ、4行4行ですかね、その In seinen Armen das Kind war tot とかって読んじゃう人がいるわけですよ、死んだってね。それはナレーションだから、そんなことやったら形式的におかしいという話をしました。でそれがなんでこれにカラマツに通じるかというと、カラマツのねっていう秋の雨っていう歌を知らないタイですけど、最初はナレーションなんだと。だから最初からカラマツのって歌ってほしくはないんだ、そういうふうにやっちゃう人がいるけど、オペラじゃないんだって先生が言ったんで、そういうナレーションのことをお話したんです。面白い人がいてね、ナレーションは感情を表現しないことが良いのなら、形式が大切ならメロディーをなしにしてアナウンスすれば良いのではって、作曲者こういうの
音楽表現はそのように規制をかけるのはどうか、規制か。誰々先生が作曲されたとしても世に出た以上、解釈は表現者のものと考えます。これは暴言で面白いですね。暴言です。これは暴言でしょう。面白い。まあ、この人と何回かお話しして、この人は最後は、あ、そうか、これからも貴重なお話聞かせてください。納得していただいたんですけどね。丁寧な返事、長いのを私書きました。これはと長い一発目取っちゃってありますけど、で、私と彼との間で、別に僕の考え分かってなくてもいいけど、なんだかんだというふうに、いろいろやったんですけど、最初のこの方の意見は、なんですかね、規制をかける。そうじゃなくて、規制をかけるんじゃなくて、勝手気ままに方法論も知らないで、わーってやっちゃうのは、無知の仕業だから、形式表現というのはある。そんなこと言ったら、声楽の変な声で歌わないで、からまちね、秋の雨に、私の手が濡れ、って歌ってもいいけど、それではダメでしょう、クラシックだから。現代音楽とか、自分が作曲したと、なんていうんですかね、あれ、singing writer、なんていうんですか、compose、ちょっと言葉忘れちゃいました、カタカナになってるやつね。あ、singer song writer、本当かな、あれ英語。singer であって、song writer だというんですね。まあ、そういう人が勝手にやった勝手に曲ならいいけど、クラシックっていうのは、規制じゃない。規制ではないけれども、決め事の上に成り立っている。それが古典といって、時代を通じて残ってくるもんなんです。カラメチヌヘイっていうのは残らないでしょう、クラシックの世界では。あまりに汚い音と勝手な解釈だから。クラシックでも、残ってないものでもいいものもあるでしょう。でも多くの賛同を得たものは時を経て残っているものを古典というんですよね。それは文学でも落語でもそうです。流行りの漫才で頭ぶったりへへへっていうものも面白いものもあります。ちょっとひどいなと思うのもありますけど、でも古典というのはうわっはっはっはと5秒10秒で笑いが起こるものじゃないんです。わざと面白くしてるわけで、面白くなくしてるわけでもないでしょう。古典っていうのはしみじみと語り口がつながれていて、独創性をその中に出すけれども、話の流れや持っていき方をあんまり自分の勝手にやってはならないものを古典、クラシックというんですよね。で、この方はクラシックと自由音楽、大衆音楽とを間違えていらっしゃる。でも私が規制をかけると思ったんでしょうけど、まあ、クラシックに慣れてないのかな、まあそんな感じで、了解、分かってはいただいたんですけど、最初のこの傍若無人な意見はとても面白かったですね。腹が立ったとか気持ち悪いじゃなくて、あ、こういうふうに解する人もいるんだな。クラシック古典というものをよく分からない感じがやっぱり日本なんだなというふうに思いました。時代をかけて残っているもの。じゃあ小林先生の方がそんな古いんですか。小林先生は亡くなったのも最近でしょ。100年200年と残ったもんじゃないでしょ。そうです。でもクラシック音楽というジャンルの中で抑えてピアノで作曲して生の声でこう歌ってねというのはクラシックのジャンルとなるんです。よろしいですか。作った声でパラマツノって変に声楽家ぶる必要はない。自然の声で歌っていいんですけど、それが自分のなんていうんですかね、変な、癖声を取った中で表現としては少なくともっていうことです。だからナレーションは感情を表現しないことというのは、世界的な共通のことです。ナレーションだけだったらプロレスのナレーションっていうか、アナウンスが「いやーなんてことや!」って言う人もいるし、アナウンス実況といってもオリンピックの 100m だと用意してきた言葉をこう雑然と並べて盛り上げようってする人いますよね。
ちょっと哀れに聞こえます。だってオリンピックの決勝とかもう第一次予選だって世界で選ばれた人が来てるからもうそこにドラマがあるんですよ。さてこのなんとかなんとか選手はって広角泡を飛ばすほどやらなくてもドラマはできている。だから淡々と伝えればいいんですよ。まあね、盛り上げる傾向は世界的にあります。それでもシーンとなってパンとなって 2、3秒は黙ってますよ。ヨーロッパやアメリカのアナウンサーはなんだかんだと言ってもOn your mark で何ですか Ready? On your mark であなたの印の上に立ってください、用意してくださいですね。位置についてですよね。で Ready だと思いますね。日本語で Ready っていう人がいるけど Ready Gaga ピンクレディー、レイディーじゃないんですよ。レディー。最後の Y をレディー、ベルディー、パパロッティーとやっちゃダメ。レディー。用意するって R から始まる。レディーって用意してください。それで、ポンですよね。そのレディーのかかる前からも、場内の張り詰めた空気を伝えようとしてるわけです。それ日本人のアナウンサーは分かってね、喋んなきゃいけないと思って、日本人は喋るの下手だから沈黙が怖いんです。沈黙が怖いから政治家や喋るの下手な人が、なんて言いますか、まあその、って言って全然話が進まないわけですよね。うん、そんなとかすとかまあそのっていうのはいらないわけです。私はあんまりそういうことをないように努めてます。なんか考えるときは、で2秒ぐらい黙ります。っていうノイズは出したくないです。なぜなら私は音楽家だから。ね。どのぐらいうまいんだよって、そんなこと言われる。心で音楽家だから、人と比べたらうまい、下手は関係なく、ノイズを出したくない。そういうことですよ。だから、ちょっとずれてしまいましたけど、何でも何でも喋って盛り上げればいいっていうもんじゃない。ナレーションはナレーションで、まあ淡々と喋るのでその後のドラマが目立つ。ナレーションから感情を醸し出していったら一体どこで泣くんですか、どこで感じるんですか。ね、日本人は欠点としては振幅が狭い、揺れの振幅がとっても狭いから感動は涙だ、涙流せば感動だっていうことでなんか人が黙ったりするとこう顔にズームインしていっちゃうんですよね。で目と鼻だけになっちゃって、そんな美人でもない美男でもないのにそんな寄っちゃダメで泣かないとまた下がってきたりして僕なんかテレビで絶対ズームアップしないでって言ってますけどね。まあちょっと話はいい加減だったか。そんな感じでこれとっても面白いですけど、これこの人のことをなんだかんだ言ってるんじゃなくて、こういうふうな誤解が日本であるかもしれません。それは詩を朗読するっていう訓練を学校でされてない。でその中で朗読のうまい、声の良いという人やアナウンサーとか女優さんだったりがそういう朗読というクラスを始めて、そこにカルチャーセンターで通ったりして、パターン、外国のパターンが分からず外国の詩の訳詞を読んでいたりすると間違えてしまう、そういうことですね。カラマツと関係あるんですよ。カラマツで作者がそのように言ってるわけですよ、はナレーションだから最初と最後は静かにやってほしい、だんだんとっていうことは、この中でそのある佐々木さんの歌、行く秋の大和の国のっていうことで述べています。一回聞いていただくと、ああそうか、じゃあもうちょっと激しいんだろうけど、イタリア人はジュゼッペ・ヴェルディやプッチーニの作品もこのようになっているのかなって感じられるかもしれません今回はその私のやったあれ、私のやった喋った中で人気が高いっていうものがありまして、それがリッシーダルテの3つの国標で、デルモナコ・コレリといって、ね、作
曲家に聞いた、作曲家、作曲者のがいいかな、直そうかな、聞いた意図と解釈とカラマツについて実際に譜面を当たってというんですね。あ、こういう読み方があるのかな、あるいは、はあ、作曲者って、まあ、ソロ曲、これは合唱曲になってますが、こういう考え方なのかっていうのは、多分他で私は見たことないので、私の評論じゃなくて作曲者のおっしゃってることなんで、意味深いかなと思っています。見て、ご覧になってない方はご覧になっていただけるとありがたいです。お疲れ様でした。